こんばんは、作曲家の和田貴文でございます。今巷で話題になっている AirPods Pro Max、 こちらですよ。私は発表の日の夜に、ちょっと遅れてチェックをして、あ、やっぱ AirPods だったんだ、 AirPods Studio って言われてたんですよね、噂では。あ、やっぱり AirPods Max これが出たのかということで、しばらく見て、おー、じゃあとりあえず買おうって思ったんですよ。で、そしたらもう値段見てびっくり、61,800円、税別、税込みにしたらもう7万弱ですよ。これもいわゆるハイエンドのヘッドホンの価格ですよね。びっくり。これ誰が買うんですか？私も以前アーカーゲイの K812 っていうヘッドホンを買ったことがあったんですけど、これ定価でもう15万ぐらいしたんですよ。で、これはもう本当にプロオーディオ用でもあり、リスニングのヘッドホンとしても最高峰のものとしてアーカーゲイが出したヘッドホンなんですね。その価格はもう本当にアーカーゲイが一番ハイエンドのヘッドホンはこれだっていうのを常にこう置いとくために出してるわけなので、まあわかるんです、値付けは。売れなくてもいいわけなんですよ。これ最強だぜっていうのがあるっていうのが大事で、車とかもそうですよね。一番高いモデルっていうのを必ず設置しておくんです。で、それをみんな憧れて、あ、もう一番最強の性能を持った車がこれで、この技術がこの下に乗ってて、中くらいのモデルを買おうかなって思わせるような作戦ですよ。それはわかるんですけど、で、 AirPods Max も多分そういう方法で行こうと思ってるんでしょうけど、そもそもですよ、 AirPods Pro、 ちっちゃいやつですね、あれもそもそも高いんですよ。 27,800円、税別、この時点でもうすでに高いんですよね。私これ買いました。で、今も使ってまして、非常に便利に使わせてもらってますけど、で、やっぱりその新しい技術を使ってるので、まあ高くてもしょうがないなっていうところで対価を享受してるという感じです。はい。ですが、今回の AirPods Max、 そこまでの価値があるのかって言ったら、私はちょっとないと思いますね。そのやっぱり巷でもこれを買うのはもう相当な Apple 信者だって言われてますよ。はい、その通りだと思います。でも結論から言いますけども、私は買いました。もうオーダーは入れたんですけど、もう不安でいっぱいです。はい。じゃあなんで私がこれをオーダーしたかと。もうこれ、ま、最初にまず原音に忠実なサウンドと AirPods ならではの魔法、その完璧なバランスをと書いてあるんですよ。で、私はその AirPods Pro のノイズキャンセリングの機能っていうのは体験しているので、そこはもう信頼をしています。はい。で、あとはその原音に忠実なサウンドっていうこのキーワードに少し惹かれてるところがありまして、 AirPods Pro もそうなんですけど、そんなになんか色付けが多いっていうかは、かなりナチュラルなフラットなサウンドなんですね。で、そこが何気にこれ仕事で使えんじゃないかなって思ったんですよ。付け心地だったりとかサウンドの部分においても仕事で使えるんじゃないかなって思って、あんまり後先考えずにですね、ポチッとオーダーしてしまいました。ヘッドバンドのところのメッシュで、ストレスが与えないようになってたりとか、そういう気遣いはもう非常にありがたいし、正直どうでもいいんですよ、そういうところは。もうとにかく音質、ノイズキャンセリングによって外部の音がないので、小さい音でもモニタリングがかなり正確にできるっていうのがありますよね。で、それだけだったらまだ他のヘッドホンでもいいんですけど、あと空間オーディオ、空間オーディオっていうのが書かれてるんですけど、これが、今現状ではその VR とかなんかそういうのじゃない場合は、まあ、あまり役立つことがそんなないかなと。ただまあこれは今後これに対応したコンテンツが出てくれば、まあいろいろ面白いことはあるのかなという、そのぐらいの期待をしているという感じですね。で、接続がライトニングなんですよね。で、充電するのにライトニングケーブルを使って充電するんでしょうけど、今更なんでライトニングなんだってことはもういろんなところで言われてますが、そんなにライトニングまだ使わないといけないんですかね、アップルは。もうだいぶ使い古して、もう元も取っただろうし、もういいんじゃないかなと思うんですけどね。まだまだ稼がなきゃいけない理由があるのかもしれないですけど、いい加減 USB-C にしてほしいです。一方でちょっと期待していることも一つありまして、こちらなんですけど、ちょっと先届いたケーブルなんですね。ライトニングといわゆるオーディオのミニジャックですね。このケーブルで普通のオーディオ機器につなげるっぽいんですよ。ちょっとすみません、私もよく分かってないんで、違ったらコメントの方でフォローしていただけると助かるんですが、これがワイヤードでつなぐことによって、 Bluetooth だったら音に遅れがあるんですけど、これを使うことによって低レイテンシーで音が聞けるのであれば DTM 用途としても使えるんじゃないかなという期待がありました。
まあ、つまりその鍵盤弾いた時に音の遅れが極力ない状態でできればいいなと思って、でこれはちょっとどこにもそういう記述がないので分かんないんですよ。使ってみないと分かんないなと思ってその辺も含めてポチッとしたんですけど、届くのが残念ながら私1月の半ばぐらいらしいんですよね。なので最速レビューとかそういうのはできないんですけれども、まあ、もし先に入手された方はぜひ実際これでレイテンシーがどうなのかご意見聞かせていただけると幸いです。そうでこれ散々ボッコボコに言われてる割には今注文すると8から10週間待ちなんですよ。いや意外と売れてんじゃねえかみたいな。どういうことですかね、まあ、生産量が少ないっていうことなのか本当は売れてるのかちょっと分かんないんですけど、で私は1ヶ月待ちぐらいって感じですか。今買うとだからもう2ヶ月以上ですよ。これどうなんですかね。私の周りで買ったって言ってる人はもう本当にこういう YouTuber レビュアーの方か、まあ、お金余ってそうな人しか買ってないんですけどね。どうなんですかこれ。というわけで私はこれをお仕事でも使えるんじゃないかという目線で今回は注文しました。届くのを楽しみにしております。